さあ、大観衆が見守る中、注目の一戦が間もなく開始されます。今、キックオフです。これは見事な個人技だ。ミノデス君、激しいタックル。おっと、攻守交代だ。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。ここからチャンスを作れるか。横にかわして突破。まずいぞ。素早く横にかわす。あっと、このプレーは公開、そして成立だ。2人の必殺シュートだ。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを突き破り、ゴールへ。右へ回します。見たか、体ごとぶつかっていった。ドリブルでボールを運ぶ。ここはパスに切り替えた。鋭いスライディング、スライディングで止めた。これがビジネスケーブルだ。トリッキー、ナイスプレーだね。ここは勝負を避けた。素早く横にかわす。目にも止まらぬ白玉シュート炸裂だ。そうだ、ケイティーニュ君、このシュートを正面から受け止める。コスタ君、ボールを奪うことができません。ヒューガ君、これはクリーンシュートだ。いけ、合体シュートだ。あと、これを外した。ここだ、ボールに食らいつく。キーパーをものともせずゴール。見事なゴール。やった。この選手は要注目です。クリーンシュートだ。いけ、ここだ。まだだ、諦めるな。ケンゾ君、ここはパスを出した。スライディングでカット。ボールを浮かせて抜いた。ここからチャンスを作れるか。次々に回っていく。横をすり抜けた。ヒューガ君、ナイストラップ。どうだ、一つの先行がタイガーショット。体ごとボールにぶつかっていく。ボールの勢いを止められない。パントキック、どこまで運べるか。カルロス君、これパスを受けます。これは見事な個人技だ。敵陣へ攻め込みます。カルロス君、あっと、まさに脅威。これは見事な連携シュートだ。あっ、漏らした。シュートを打ち返していった。まだまだ俺の芸術はこんなもんじゃない。
拳、アート、このプレーは豪快、そして精密だ。2人の必殺シュートだ。これは回るか。すごい、見事なキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ここでパスカット。翼くん、これは南米式のドリブルだ。カルロスくん、このスライディングが決まった。鋭いスライディング、それが美獣のドリブルだ。絶妙な連携プレーを見せつけるか。なんという華麗なプレーだ。まるで踊るようにかわした。ナイスプレーだ。なんというテクニックだ。まるで魔法のようなプリントシュートだ。キーパー一歩も動けず、鮮やかにゴールを決めました。よし、やったぞ。まだ諦めるな。それそれ、カルロス君、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせてくれた。まずい、カルロス君、これは2度加速する2人分、威力2倍のシュートだ。相手のシュートに合わせ、さらにシュート。あー、突き飛んだ。あーっと、ここだ。弾き飛ばされた。ボールはまだ生きている。こぼれ球をものにした。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。君、ここからチャンスを作れるぞ。両雄、ここで激突。ボールは高く打ち上がった。空高くで火花を散らす。これが若林源三だ。カルロス君、ホームチーム、いよいよ後半戦開始です。それ翼君、激しいタックル。もう早く横に倒す。このタックルはスキーだ。メンデス君、ここは抜かず。ここが勝負どころだ。カナリア軍団、ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。得意のヒールリフトで抜いた。ここだ。お箱のヒール、ナイスプレー。必要な連携プレーを見せつけるか。ワンツーで折り返す。スルーパスを狙う。シュート、外してしまった。ブラジル、ゴールキックで仕切り直します。長いパスが通った。これは見事な個人技だ。このタックルは不発に終わります。これはどうにか。シュートに持っていく。これは足を交差させて蹴るトリックシュート。アルベルト君、このボールに立ちはだかる。アート、動きを粉砕。ボールを浮かせて抜いた。ナイスキレイを切り裂く。さあ、シュート体勢。アート、まるで前衛のように相手を惑わすシュートだ。これはキーパー動けない。これで2ゴール。必ず勝つんだ。もらった。はっ、うわ、そこだ。この調子でいくよ。カルロス君、左へパス。はぁ、さあ、タン、これは見事な個人技だ。スライディングで止めた。翼君、お箱のヒールリフトだ。何だって。ドリブルだ。翼君、夢を見せて。これは最大の力を使った全力のシュートだ。トリアックのセービング。決まった。サッカー、俺の夢だ。まだ諦めるな。
ここはパスを出す。どうだ。あっとフェイント。このタックルは不発に終わります。息の合った連携プレーが見れるのか。ワンツーで折り返す。これはここをスリングだ。コースナイスプレー。どうだ。すいません。ドリブルで突破。これでボールを浮かせて抜いた。敵陣へ攻め込みます。カルロス君、あっとまさに脅威。これは見事な連携シュートだ。ああ、シュートを打ち返しに行った。シュナイダー君、吹っ飛んだ。真正面からシュートを受け止めた。キーパーごと押し込んだ。また決めました。入った。この調子で行くよ。行け。右へパスを送る。パスを出します。カルロス君、これは見事な攻撃だ。ボールを抜けて抜いた。まずいよ。時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の結果まで残すところわずか。なんと相手のシュートに合わせさらにシュート。カルロス君、突き飛ばされた。ゲーム君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。バタッと素早く残り倒す。まずいぞ。止まれない。ここピーシュートに持っていく。真正面からシュートを受け止めた。取った。まさに鉄壁の守り。レオ君、ここで奪った。ゴール前に持ち込んだ。ゴールを狙う。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。カルロス、あとドリブルを見送る。カルロス君、ゴール前に持ち込んだ。ボールダッシュ成功。お箱なんだ。息の合った連携プレーが見れるのか。ワンツーで素早くリターン。取られた。ヒールリフトで抜いた。何、体を反転させかわ。まずい。怒りの発信だ。チャージが決まった。もらったぞ。炸裂。それもらったぞ。のように待った。ここはパスを出した。シュナイダー君、センターラインを越えて攻め込む。もらったにかわして。何だと。目にも止まらぬシュータのシュート。炸裂だ。キーパー反応できない。鮮やかにゴールを決めました。やった。もらった。なに、はぁ、もう一点もやらない。それ、ここはパスを出した。カルロス君、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせてぬ。ナイスプレー。ドリブルでボールを運ぶ。うわ、チャージが決まった。シュナイダー君、ものともせず突き進む。かわして振り切った。ほら、あとドリブルを見止めろ。よっしゃ、かわして振り切った。レオ君、激しいタックル。みんな分かってるな。ここで怒涛の攻撃を仕掛けてくるか。カルロス君、これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。あとブロックを粉砕。後半もすでに30分が経過。美咲、ここからゴールは生まれるのか。美咲君、ワンタッチで送る。ボールを狙うも届かない。豪快にシュート。真正面からシュートを受け止めた。取った。まさに鉄壁の守り。シュナイダー君、素早くつなぎます。ヒューガさん、ヒューガ君、ワンタッチで送る。ドリブルでボールを運ぶ。ここから一気に攻め込みたいところ。ヒューガ君、チームの、これが海外ショットだ。すごい、見事な劇的な幕切れ。
終盤のゴールに勝利の女神が微笑みました。